さあ鹿島アントラーズヴィッセル神戸の一戦です。今日の舞台はこの茨城県立鹿島サッカースタジアム。連携も含めて、はい、ある程度こう考えないといけないですね。ペドロ・ジュニオール行きました、かわしました。ペドロ・ジュニオール決定的なシュート。ー最後はキム・スンギュ。ちょっと神戸らしからぬミスが出てますね。はい、松下入れて、ですがオンゴールかもしれないですね。何かオンゴールのようにも見えましたね、はい、まだ立ち上がりの10分です。この松下のボールは非常に良かった、はい、これでオンゴールですね、はい、まずは今日の先制点を生かしたいところです。さあ追加点を狙いに行きます。橋本が入れる、そして中いる、ヘディング、うわ2点目が入りました。豪快だ。ようやくこの人に今シーズン初ゴールが生まれました。キャプテン渡辺和真、貴重な追加点2対0。見事じゃないですか。いや素晴らしかったですね。橋本の、まあ、クロスも素晴らしいですし、渡辺和真も一瞬ニアに入ってその後町田の裏に隠れるんですよね。はい、小笠原、ミサオ、そして正面からシュートへ、なかった。最後は遠藤のシュート。さあここはショートコーナーで入れたボール、面白いボール入った。前にはニュートン曲がっています。頭でついて、そしてフィニッシュチャンスを迎えるか。ニュートン渡した、渡辺和真がトップコースト、ポスト、アストラーズは救われました、はい、右空いている、その右をスルー、ここから中に入ってくる選手に対してクロスボールは、最後は神戸のディフェンス揃っていました。もう一度ペドロ・ジュニオール中に入れる、どうだ、流れてシュート。ー最後左から思い切ってきましたが、ファールに戻してレオシルバ、あーうまいな、縦にチャンス、シュートは打てるぞ、キーパーフィニッシュ、鈴木、金崎と鈴木の攻め。いやでもおっしゃるとおりレオシルバ上がったですね、いや今のは可能性感じましたね。ありましたね。引き取って長木、ドーンとディフェンスが入りました。長木取った。いやしかしこの人の突進がアントラーズには前半かけてましたから、はい、やっぱり推進力は持ってますね。持ってますね、はい、何かが起きそうです。さあ長木入れます。コーナーキック、返した王者、落としてシュート、クロスバー、ヘディングクリア、いや決めることができませんでした、アントラーズ。いや町田そしてミサオでしたね、はい、よくカバーしました。最後のディフェンス庄司落として、はい、はい、そしてこれ町田、はい、クロスバー、さらに頭ついて、これがディフェンス。長木入れる、キーパ ー, いやー最終的には入らないか。なんとなんとキムスンギュの元に戻ってきました。収まるせにもう一度アントラーズにボールが落ちました。長木右前に西、そしてシュート、ナイスボール、ディアントロー、1対2点差1点、まだ時間があります、回っていますがまだ時間があります。長木
いた、タイムアップ、首位鹿島敗れる、1対2神戸の勝ち、5ポイント差が一気に2ポイント差に縮まりました。大混戦の J1 リーグ、1位の鹿島アントラーズ、勝ったのは8位のヴィッセル神戸。いや、力の入る最後まで非常にスリリングなゲームになりましたね。なりましたね、